ウルトラボックスはイングランド出身のロックバンド。1980年代はポストパンクの代表的グループとして活動。その後、オリジナルメンバー一人の時期を経て解散していたが、2008年に全盛期のメンバーが再集結し活動再開を果たした。グループの創設者、ジョン・フォックスが在籍した時期はニューウェーブの先駆けとして活躍した。初期の名義である。 ウルトローバックスの、は、ドイツの音楽グループ、ネウへのオマージュであり、サウンド的には、ジャーマンロック、ロキシーミュージック、ベルベットアンダーグラウンドの影響が感じられる。ブライアン・イーノとスティーブ・リリー・ホワイトをプロデューサーに、迎えて制作された、ファーストアルバム、ウルトラボックス、パンクロックとエレクトロニクスを融合させた、セカンドアルバム、ハ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 を経て、 1978年にはコニー・プランクのプロデュースでサードアルバムシステム・オブ・ロマンスを発表。当時としてはあまりにも革新的なその音楽性は商業的な成功を収めるまでにはいたらず、リーダーのジョン・フォックスはバンドを脱退してソロ活動をスタートさせる。セールス面では成果を残すことのできなかった初期ウルトラボックスだが彼らの音楽は 後のシンセサイザーや CE 検査のサウンドを強調したテクノ、エレクトリック、ポップムーブメントの先駆としてロックの歴史に残ることとなり、ゲイリー・ニューマン、ヒューマン・リーグ、ジャパン、オムドなど数多くのフォロワーを生み出した。日本への影響力も大きく、P モデルはセカンドアルバム、ランドセルにおいて、ウルトラボックス、 収録曲であるマイセックスのメロディラインをそのまま流用したオマージュ曲おはようを演奏している。また、YMO の細野晴臣はシステムオブロマンスを聴いてセカンドアルバムソリッドステートサバイバーのベース音を録音し直したという逸話もある。ノルウェーオスロ公演ジョン・フォックス合体後は新しいボーカリスト兼ソングライターとしてリッチキッズやビサージのメンバーであった。 未次ユーロが加入することとなった。前作と同じくコニー・プランクのプロデュースのもと、アルバム、ビエナを1980年にリリース。このアルバムは、ジョン・フォックス時代と比較すると、サウンドの方向性をよりコマーシャルに変化させたことにより、セールス的にも大成功を収めるとともに、日本ではアルバムに収録された、ニュー・ユーラピオンズが、 サントリー各瓶のテレビ CM に使用されたことで一般的な認知度も高まるようになった。自作エデンの嵐もコニー・プランクがプロデュースを務め、録音はドイツケルにあるプランク所有のスタジオで行われた。1981年にリリースされたこのアルバムは前作以上の売れ行きとなった。しかしシンセサイザーの音を強調した。 テクノポップ路線という方向性はそれ以降徐々に失われることとなった。アルバムカルテットではビートルズのプロデューサーとして知られるジョージ・マーティンを迎えて制作され、よりセールス的に有利となるポップス路線が強調された。そして相次ぐメンバーの脱退に伴い、アルバム U ボックスリリース後に活動停止してしまう。それまでグループの看板であった。 ミジユーロがソロとして活動するために脱退してしまった事情があった。2008年再結成ラインナップその後1992年最後まで残留していたオリジナルメンバーのビリー・カーリーが新メンバーを募って再開し2枚のアルバムを発表したが1996年に再度活動停止。評価としてはジョン・フォックス時代やミジユーロ時代には及んでいない。 2008年11月8日、公式サイトにおいて、2009年4月に、ミジンユーロ時代のクラシックメンバー4人で、イギリス国内ツアーが行われることが発表された。リターントゥエデンツアーと名打った。このツアーは、イギリス国内に続き、ドク、ベルギーでも公演された。4人揃って、ステージに立つのは1985年のライブエイド以来となる。その後、2010年にも、 同メンバーによって、リターン・トゥ・エデンツアーにとして、欧州公演が行われた。2012年5月に、18年振りとなる11枚目の、スタジオアルバム、ブリル・アントをリリースし、全英21位を記録。同年暮れに、全英、欧州ツアーを開始し、翌2013年にシンプル・マインズのツアーの、スペシャルゲストとして演奏した。ありがとうございます。